はい、こんにちは。カリヘアのみはるでーす。ちなみに今日は5日目でございます。はい、皆さんのカリヘアも今日は調子はいかがでしょうか。今回は保湿とタンパク質のバランスについてお話をしていきたいと思います。ただ保湿とタンパク質のお話っていうのが理解するのに時間がかかった部分でもあるので、一つのビデオにまとめた方がいいのかなとも思ったんですけど、ここはあえて3回に分けてご紹介したいと思います。第1回は保湿の部分に特化してお話をしていきたいと思いますので、最後までご覧いただければなと思います。まずその健康な髪の毛にしていく上で、特にこのカーリーヘア、くせ毛やテンパには保湿が大事だっていうお話は私もずっとさせてきてもらいましたし、まあ大体の人がねご存知だと思います。なんですが、髪の毛自体は以前の動画でも何度かお話ししている通り 91% タンパク質で出てきてます。でこのタンパク質も実は洗うたんびに髪の毛から流れ出ていくっていう風に、言われていて、まあ年を重ねるごとに髪の毛が痩せ細ってくる理由の一つっていうのは、そのタンパク質がどん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 髪の毛から失われてるからっていうところなんですね。っていうところで言うと、このタンパク質を補給してあげるっていうことはすごく大事になってきます。で髪の毛も人と同じで、喉が乾くんとお腹がすくって全く別物ですよね。喉が乾いたら水を飲むし、お腹が空いたらご飯を食べる。でお腹めっちゃ空いてるのにずっと水ばっかり飲んでても、いつか体調を崩すことになると思います。それと同じで、髪の毛も喉が乾いたら保湿してあげないといけないし、お腹空いたらタンパク質を補給してあげないといけない。で喉乾いた時に油を飲む人はいないですよね。でまあこれはあの別の動画でもお話ししたヘアオイルにも少しちょっと通じる部分ではあるんですが、であの世界で一番髪の毛が長い民族っていう風に言われてるホンヤオ族、どこかで目にされたことはあるかもしれないですけど、彼らのヘアケアとして紹介されてて有名なのが、お米の研ぎ汁を使って、まあ、煮詰めたものに柑橘系の皮か何かを一緒にこう混ぜて煮たもので髪の毛を定期的に洗ってるというよりはトリートメントをされてるっていう感覚になると思います。あんだけの長さ育てようと思うと、やっぱりそれだけタンパク質の補給っていうのが大事なんだっていうことをこういうところからも分かってもらえると思います。ですので保湿とタンパク質のトリートメントというのは役割がもう完全に別物だというふうに覚えてください。保湿をすることで髪の毛に潤いやツヤを与えて、でタンパク質を与えることで傷んだところを修復して補強してくれるっていうのがタンパク質の役割になります。でこの両方のバランスをしっかり保つことで健康的な髪作りをしていくことができるという仕組みになっています。で、まあ、今回は保湿についてなので、どういう時にじゃあ保湿をしないといけないのかっていうところと、あとその保湿成分についてご紹介していきたいなと思います。じゃあ髪の毛がどうなったら保湿をしてあげないといけないのかっていうところからお話をすると、まず一番最初はこの CG メソッドを始めてすぐの頃は、一般的に髪の毛自体がめちゃくちゃ喉が渇いてる状況にある方が多いので、保湿をしっかりしてあげるといいっていうのが多いです。で保湿が足りない状態でタンパク質を変に与えてしまうと、髪の毛が結構ブチブチ切れやすくなったりするっていうところも聞いているので、最初の頃はもう本当に保湿をすることに集中していただいて、で私もそうでした。もうとりあえず保湿に特化してっていうところで、ヘアケア最初の頃進めていたので、最初はもう保湿とタンパク質のバランスとか
そこまでも考える必要はないと私は個人的に思ってます。で、それ以外の保湿が必要だっていう風に判断する時の髪の毛の状態でご紹介すると、髪の毛のそのアホ毛自体がなんていうんですかね、ちょっと硬い、ビリ毛っていう言い方も聞いたことありますかね、あるんですけど、固めの宿毛がこうたくさん出てる状態、スタイリングしてもなんかカチカチの髪の毛が目立つっていう状態の時は水分が足りてないっていうサインになります。で、今少しお話ししましたけど、髪の毛自体が硬くてちょっと糸っぽいっていうんですかね、柔らかさが全然ない状態の髪の毛、こう引っ張ってもゴムっぽくならない、もうピンピンっていうような硬くなってしまってる髪の毛の状態っていうのも保湿を必要としている、髪の毛の状態になります。で、その硬いから髪の毛自体が結構ブチブチ切れるとか、あと髪の毛自体のツヤがなくなってきたとか、で、あとはいつもよりもボリュームがなくなってしまったっていう状態は保湿を必要としている時の髪の毛のサインになるので、で、以前髪質診断の3番で髪の毛自体の伸縮性のチェックする方法っていうのをご紹介しているので、そちらの方も合わせてぜひご参考いただいて、髪の毛今の状態っていうのをチェックしてもらえたらなと思います。まあそれプラス今お話ししたような症状がある場合は、総じて保湿が足りてないなということで、保湿中心のディープトリートメントをしてあげるようにしてください。で、ここからその保湿をするために必要な保湿成分のご紹介をしていきたいと思います。保湿剤、大きくざっくり分けて、まあもうね、はっきりとしたラインっていうのはあまりないんですけど、まあざっくり分けて2種類あります。ヒューメクタントとエモリエントの2種類に分かれます。で、まずこのヒューメクタントの方からご紹介させていただきます。ヒューメクタントは水分を髪の毛や肌に留めて保湿保水効果を高めてくれる、まあその手助けをする成分になります。で、このヒューメクタント大まかに分けると、人工的に合成して作られたものと自然界に存在するものの2つに分かれます。人工的に作られたものの代表的なものはグリセリン。このグリセリンについては使用する環境を少し気にしていただきたいということで、別の動画でご紹介しているので、そちらも合わせてご参考ください。で、まあ、グリセリンが一番強力に水分を引き寄せて保水してくれるっていう効果があります。で、それ以外で言うとソルビトール、プロピレングリコール、 PG というふうにも書かれています。あと BG、 あと乳酸ナトリウム、まあ、このあたりが主な成分になります。まあ、よく出てくる成分ですね。で、もう一つは自然界に存在するヒューメクタント、代表的なもので言うとアロエベラ、ハチミツ、フラックスシードジェル、あとペクチン、あと海藻類から出るあのヌメリっていうんですかね、あれも結局は自然界のヒューメクタントがそこに存在しているので、ヌルヌルしたような感触になるという仕組みになっています。この中でちょっと一つだけ注意していただきたいのが、アロエベラ、ヒューメクタントとしての役割を持ってるんですけれども、タンパク質がアロエベラには入ってます。なのでタンパク質としての効果も出てしまう可能性があるので、タンパク質に過敏な髪の毛の方、これは3本目の動画でまた詳しいところをご説明するんですけれども、そういった方にとってはアロエベラは合わないという方もいらっしゃると思うので、少し注意していただけたらなと思います。で、もう一つがエモリエント。エモリエント効果っていうことで、よく化粧品とかでも書かれてたりするので耳にされたことあると思うんですけれども、先ほどのヒューメクタントとは全く違う役割を担います。簡単に言うと油性の成分ですね。油脂の成分で、中に入った水分を逃がさないように髪の毛や肌の表面に膜を張って閉じ込める作用があります。で、実はこのエモリエントの仲間の一つになるのが、ずっと私が問題視してきているシリコーン、これもエモリエントの仲間になります。
あとはミネラルオイル、ヘアオイル関係とかも基本的にはこのエモリエントのグループに入ります。じゃあどういうエモリエント剤を使ったらいいのかっていうところをご紹介したいと思います。このシジミソテーで使えるエモリエント効果のある成分、大きく2つのグループがあるんですけれども、1つが高級アルコールと言われるグループになります。アルコールという名前がつくんですけれども、高級アルコールというのはアルコールとはまた違った役割を担う成分になっているので安心してください。代表的なのがセタノール、セテリアルアルコール、ベヘニルアルコール、あとベヘントリモニウムクロリド、このあたりもよく出てきます。でこれが入ってると、保湿効果があるということで、積極的に保湿が必要な時は使っていってください。もう一つが油脂グループで、このグループは使う量とかを少し気をつけないといけないんですけれども、水分をとどめる保水効果を持ち合わせたオイルも中にはあるので、うまく使うことでしっかりとその保湿をするサポートになってくれるので、こちらの成分もぜひチェックしてみてください。オリーブオイル、シアバター、シアバターねよく出てくると思います。あとアーモンドオイルでしたり、植物性のオイルですね、このあたりが少量であればしっかりとサポートしてくれる役割を持っているので使っていってもらえたらなと思います。であとはプロテインフリーっていうプロダクトも、今後このカーリーヘアの商品っていうのがこれからどんどん増えていくと目にすることが増えてくるかもしれません。プロテインフリーって書かれてると基本保湿に特化したヘアケア用品だっていう風に理解していただいて構わないですし、タンパク質に過敏な髪の毛の方にとってはプロテインフリーのヘアケア用品使ってもらうっていうのが一番、シンプルで簡単に選んでいただけるんじゃないかなというふうに思います。はい、以上ですね。今回はこの保湿とタンパク質の保湿に特化した、お話をさせていただきました。どういった状態だったら保湿が必要で、どういった成分に注目して、ヘアケアをしていけばいいのかというお話をさせてもらいましたので、心当たりのね、ある方は保湿に特化して、で私はこのタンパク質を意識し始めたのは1年経ってからなので、最初の頃は保湿に特化してヘアケアをしていってもらえたらいいんじゃないかなというふうに。で次回ですね、タンパク質のバージョンということで、同様にご紹介をしていきたいと思います。それでは、またね。いつもご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。